こんにちは。アマゾンシサポーター、堀秀夫です。今日は商品選びのコツについてね、まあ、いつも言ってることが、まあ、脳科学的に証拠がちゃんとあったと、ね、えー、なんとなくとか、マインドとかそういう問題じゃなくて、まあ、きちんとしたね、理由づけが実はあったというのを読んでた本でね、発見したんで、それについてシェアします。まず、いつもね、えー、商品探して、 言ってるのは興味が持てる商品を扱うというのをおすすめしてるんですけどこれねもうサポート何人だちょっと連絡しただけだったら1000人超えてますけどねまあスカイプで話したりチャットワークである程度やり取りして稼げるようになったな,なってないというのを把握できる範囲でだいたい500人ぐらい、ねえー、輸入の時代から商品サポートしてますでまあ 商品探したりね、扱ってて、楽しいと、ね、面白いと、簡単ですというようなね、その前向きなポジティブなやり取りがある人ってのは、まあ本当スムーズにね、商品探しができて、まあ、あっという間に半年で100万円以上の売り上げ上げるというようなね、結果を出してます。もっと早い人だと。3ヶ月で100万超えた人もいますね。ぐらい順調なんですけど、 や難しいですねとかね、本当にむ見つかんでしょうかとか、もっとツール使って楽できないでしょうかとかね、まあ、なんかこう、ネガティブな、ね、後ろ向きな連絡をしてくる人は、本当にまあなかなか目が出ない、ね。だって4年前、5年前のアマゾンなんて、黙って商品買って送ったらね、あっという間に月30万ぐらいは売れたのになのに半年取ってね、半年経ってやっと30万とか言う人も えー、いましたちらほらほ、ね、あそれがねまあな,な,なんでというのはね私も考えなかったんですけどただ少なくとも例外なくそういう風にね楽しいと思える商品興味,興味が持てる商品を扱っている人はもう成果が上がりやすいでそうじゃない場合は成果が上がりにくいで中にはね、まあ、優秀な頭を持っている人で、まあ、私は興味がない商品でもね儲かるなら興味持てますとか 言って探した人もいますけど結局ね興味が持っている商品を扱わなかった人は本人優秀だったはずなのにねパッと次第結果しか出さなかったというのが言えますでこれがねこの読んだ幸福優位7つの法則仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論これタイトル読んだ時そういう脳科学の本だとは思わなくてねなんかわかんないけど 誰かのおすすめの本で、プレミア科学だったんでね、えー、書店に行った時に3、4件この本ありますかってこの本とこの本ありますかって聞いた中で、えー、この本は、えー、見つかった、定価で書いた本なんでね、まあ、買ってから1ヶ月以上読んでなかったんですけど、今回旅行に来て、まあ、たまたまね、途中のトランジットで、えー、電源がない、パソコンができないというような状態だった時に読んだらね、 もうそんなマインドとかそういう話じゃなくてちゃんとしたハーバードのね、えー、その学生を指導する人が学生で膨大な数の実験をして、えー、そして脳の機能がそうなってるというのをね、えー、数千人以上の実験をもとに、えー、科学的に証明しているその内容の本だったというのでね、まあ、今回言うその、えー、興味が持ってる商品を扱う以外にも、まあ、私がやっぱね 何百人もサポートしてこういうのがいいんだと言ってる方法がねなんと全て脳科学的に正しかったというのがねいろいろ書いてあったんでまあこれはいいなとねま転売王だか堀だか分かんないけど私が言ってるだけのこととまあきちんとねそういう証明されてるしかもハーバードの学生で実験して証明されてるえことだとまあ信頼度が違うしねまあ信頼してもらった方がそらえ成果も上がりやすいんで。 これは今後もね、えー、他のものも解説していこうと思います、まあ、今回は、ね、いつも言ってることで秘匿性はないのでオープン動画にしますけど、まあ、他ね会員限定動画とかメールマガ、えー、限定動画とかで流してきますんで、まあ、続報もお楽しみにしてくださいで前置きなかったんですけど人間の脳は普通の気分の時でもネガティブな気分の時でもなくポジティブな気分の時に最もよく働くようにできてる ということが証明されていると。これ、ね、興味が持てる商品、やってて楽しいと思ってる商品を扱うと、まあ、脳がよく働くからち、見つかりやすいのは当たり前という話でした。ね、これはもう、証明されてます。えー、その、なんとなくとか、マインドとかね、迷信とかそういうことじゃなくて、もう脳が興味が持てないものを扱うと、つまんないとかね、まあ、普通の気分だとうまく働かないというのが証明されている。 まあ他にもね嬉しいことにえ私のサポート方法が脳科学的に正しいということが書いてありました、まあ、今後まあアマゾンエンス楽に稼ぐために脳科学的に正しい方法を解説していきます、まあ、ちなみにこの本はねえ東京の目黒区ひもんやの昔の大英今イオンスタイルに入ってるえ書店で定価で買いました、まあ、プレミア価格になってるけどおすすめの本です これ、ね、トンの値段が1600円の税別今日本の税金いくらなんだ8%か、まあ、だからね、えー、1800円弱のものが新品6498円ですから見つけたら買っておいてねまあ、えー、読んでみるのもよし読むの買ったら買ったらねそのまま、えー、Amazon に送って売っちゃうもよし、あのー、探してみることをおすすめします、まあ、ちなみにじゃ興味が持てないね 去年持ってる商品ないんですよという方もそれいらっしゃるんですね。いらっしゃるんですけど、その場合はどうしたらいいのか。これもちゃんと解決策あります。体型立ててね、言ってはなかったんですけど、きちんとこの本にね、体型立てて、こうやりゃいいっての書いてありましたんで、まあ、それもまた、そっちはね、会員限定の記事でご紹介していきますので、楽しみにお待ちください。 まあお待ちくださいとていうかね、いや、それすぐ知りたいという方は、チャットワークでえー質問してくださいあの。すぐに動画を作るようにします。まあ、そんな形で、いつも言ってる、興味が持てる商品を扱う。これはもう脳科学的に正しいと。でこれ、興味が持てる商品を扱うだけじゃなくてね、勉強でも、友達との関係でも、食事をするときでも、仕事をするときでも、これ全部に当てはまることなんでね、いつもいい気分でいるようにするというのはね、 まあ大変人生を幸せに過ごすためには重要なことなんで、えー、おすすめです。ということはこの本に書いてあります。まあ、私もそう思ってます。またそれもね、解説していきたいと思いますけど、何しろ興味が持てる商品を扱うということは、脳の機能的に、脳科学的に非常に正しいと、ねえー。ポジティブな気分の時に脳が最もよく働くようにできているというのがね、わかりましたんで、まあ、そのお知らせです。 なぜそうなってるかもね、えー、書いてありましたんで、それもまた後でシェアしたいと思いますんで、なんでなのあるいはね、興味が持てる商品ないけどどうすんのというのがあったらね、チャットワークの方で、えー、リクエストしていただければと思います。以上、アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。